みなさんアロハ。今日はカラフルラムネランドを作りたいと思います。ラムネができるそうです。開けてみます。開いた。中に入っていたのは黄色の元と棒と赤色の元とスプーンと青色の元とトレーでした。スプーンの色が違った。ピンクと緑がありました。よいしょよいしょ。トレーを切ります。トレーは切るのが難しいので大人の人に切ってもらってください。まずはこれをひっくり返して黄色の元を立てます。そしてここの線を切ります。よいしょ。切ったのでお玉カップ1杯の水を袋の中に入れます。そして棒でゆっくり混ぜます。黄色と同じように赤と青を作ります。できたー。できた。できてない。できた。できた。棒食べてる。できた。この中のカップにこれを入れて いろんな色を作ります。そしたら作っていきます。スプーンで作ります。色はここに書いてあります。まずソーダの青色とグレープの赤色を使って紫を作ります。あ、なんか粉みたい。紫できた。緑できた。6色になりました。これで3、これ赤と黄色と青が残ったからこれで6種類です。そしたら肩に好きな色を入れます。1個目できたので外してみます。山下ろこれ。カメさん、できた。お足が外れた。次、お花作ろう。いっぱい頑張って出してみます。こうして、こうして、これ、ワンちゃんも、せーの、ポンポン。お花も、お花も、せーの、ポンポン。できた。かわいい。かわいいね。食べてみます。レモン味だから経験は酸っぱいです。もう一個ある。おいしい。さっぱりしておいしいです。皆さんも買って作ってみ、食べてみてね。バイバイ。また見てね。